丈夫？余裕。
揺れるが楽で早いぜ。昔ダインと、ん？いや、なんでもねえ。さっさと橋を下ろしまうぜ。これで橋が下ろせるんだよね。どれどれ？変わる。おう。たちに連絡だ。分かった。ついでにルートの確認を頼む。ビビってるやつがいるんで、なるべくぬるいルートを選んでくれ。頼むよクラウド。俺はスリリングなのが好みだけどな。
片付ける。そこだ。もちろん断ち切る。視線を切り裂く。いけるか。はいはい。いかぬ。よいしょっと。冷たいよ。ごめん。行くよ。行くよ。どう？まあまあの結果だ。気負いすぎるな。頑張るね。よいしょっと。よし。よし。どう？まだ苦しませない。じゃあ次だ。これで線路を切り替えるらしい。線路、かなり古いけど、パレットたち大丈夫かな？よほどのことがなければ崩れない。わかるのか？触れば大体な。あ、知ってる。犬や猫、足の裏でいろいろ分かっちゃうんだよね。それと同じ？なんだっけ。あ、肉球。私のは比較にならないぞ、この生物は。ねえ、ねえ、ねえ。ことは何も言ってませんけど。興味は。セントに着いたらマッサージしてあげる。
魔法で決めてこ。しびれる？こんなものだろう。ここ合流地点だね。ユフィたちに連絡しよう。クラウド、線路はどうだった？できる限りのことはやった。本当？揺れない？ああ、ありがとうよ。すぐに合流するぜ。そんじゃトロッコで大冒険と行くか。大丈夫、揺れない、揺れない、うん、よっ、うん、しゃあねえな。よしよし、行くぞ。振り落とされんなよ。Mm-hmm.
大丈夫？思っていたよりは平気。クラウド、ちゃんと線路を点検してくれたみたい。物足りね。無事だったようだな。おかげさまで。あ、かわいい。も助けたらついてきちゃった、はあ、あれツン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 、そっくりでしょ。クロピオって言うんだよ。よろしくね。やめてくれ。ん？あ！ああ、行っちゃった。家族は一緒が一番だ。行くぞ。気が進まねえぜ。地元らしいな。まあな。誰かと思えば、またバレット様にお会いできるとはね。どの面下げて戻ってきたんだ。ほら、歓迎してやるぜ。何すんの。いいんだ。でも、行くぞ。いいだ。お嬢ちゃんたち、そいつについていくと死んじゃうよ。クロマント、いねえな。悪くねえマテリアだ。なんだ、客か。どっかの町から追い出されてきたか。また金に目がくらんだか。言わせといていいのかよ。気にすんな。誰かさんのおかげですっかり無職だよ。お願い、さっさとしてくれよ。毎度。見るからには買うんだろうな。
ここじゃよそ者は歓迎されないよ。ずっとつなが星の叫びを聞け。コレルはかつて多くの星の民が星に変えられた。残されたものは悲しみ。この村には神が最低限の生活物資を届けてくれる。今の戦闘へ行く。半島閉鎖の噂を聞いて廃墟のあたりに駆けつけた。急いで。どうした？そん。ロルフが吠えちゃって、さっきから落ち着かなくてね。お兄さん、もしかしてカードバウター？ロルフは強いバウターを見つけると興奮して吠えちゃうんだよ。こいつはドッグファイターのロルフ。世界で一匹しかいない犬のバウターさ。ロルフがお兄さんとバウトがしたいって。どう？やってく？ちゃった。
でもどうだった？うちのロルフ強かったろ。実は俺たち今度テレビに出るんだ。バウトができる動物特集をやるんだって。テレビに出て有名になったらこんな村ともおさらばさ。一緒に頑張ろうなロルフ。寄っていい？挨拶したい人がいるの。ん？5年前、私はニブルヘイムからここに運ばれて、シロン先生に助けてもらったの。ああ。ティファを治療したのはシロン先生だったのか。来て。惑わされるな。私だけがお前の真実だ。セフィロス！何やってんだお前。何事だ。バレットじゃないか。おお、先生。久しぶりだな。何年ぶりだ。ずいぶん物騒なものをつけたな。ま、元気そうで何よりだ。うん、ああ、先生もな。あちこちガタが来ているが、患者を見れば元気が出るよ。それと、覚えてますか？もちろんだとも。ティファ、立派になって傷はもういいのか？おかげさまで。あの時は本当にありがとうございました。先生がいてくれなかったら私は今頃。いや、あれは運が良かった。ちょうどシンラのヘリがいてな。シンラですか？覚えていないのも無理はないが、連中も悪い奴らばかりじゃないよ。ティファ、君の命は人々の善意でつながった。それを忘れちゃいけない。無駄に使うことはわしが許さんよ。はい。うん。しかしなんだ、不思議な組み合わせだな。おう、そうだ、ちょうどいいところに来た。手伝ってくれ。あの患者から血を取りたいんだ。暴れないように抑えてくれか。この連中の症状は麻痺中毒のものだ。ただ血液を調べてみたところ、奇妙なことを見つけてね。何か分かったのか？血液の中にわしの知らない成分が入っている。正体は分からんが、似たような血なら見たことがある。その目はソルジャーなんだろ？元ソルジャーだ。ソルジャーは職業ではない。一度なったら死ぬまでソルジャーだ。ええ、血をくれんか？断る。わしはね、彼らは劣化したソルジャーではないかと考えている。あくまでも仮説だがね。実際のところはもっと調べてみないとわからん。
クロマントは他にも来たんじゃないか。ああ、来た来た。怪我をした連中は保護したが、他はゴールドソーサーへ向かったらしい。ゴールドソーサーだ？ああ、理由なんか知らんぞ。わしに聞くな。あの少女が大人になって、あのバレットと一緒に戻ってくるとは。俺はどんな暗示なのかね。考えてもわからんか。ねえ、ゴールドソーサーってあの有名な毎日がお祭りの遊園地でしょ。行くんでしょ。行くよね。ユフィ、目的はクロマントだ。イエス、クロマント。いや、私初めてだよ。ゴールドソーサーに行くならこの先にロープウェイがある。どうせ行くならさっさと行こうぜ。マクオロ事故のせいでうちの人も亡くなった。旦那の鏡のこの手は。準備はいいな。さっさと行こうぜ。